この物語は数々の失敗と挫折を乗り越えて、わずか十数年で誰もが知っている超巨大企業を築いた明治の起業家岩崎弥太郎の人生を描いた物語です。起業家、ビジネスマン、歴史好きな人、夢を持って頑張っている人にはぜひ見てもらいたい動画です。岩崎弥太郎は1835年1月9日、土佐の国、現在の高知県で生まれた。父、弥次郎、母、美和、姉の琴、弥太郎、妹の咲、弟の矢之助の4人兄弟。岩崎家はもともと下級武士の家だったが、弥太郎のひいおじいさんの代に武士の身分を失い、貧しい暮らしをしていた。小さい頃の弥太郎は、悪太郎と呼ばれるほどわんぱくな少年だった。ジャンバラごっこで畑の野菜をめちゃくちゃにしたり、いたずらをして村人たちを驚かしたり、たぬき狩りをしようとしてわら束に火をつけて、危うく山火事になりかけたこともあった。ある時山で焚き木を盗んでいる者がいると聞いた弥太郎は、俺が叩き切ってやると山に入った。犯人は村の貧しい老婆だった。弥太郎は一緒に焚き木を拾って老婆を家まで送り届けてあげた。7歳の時から学問を始めたが、物覚えが悪いと師匠から見放され何度も塾を変えた。弥太郎は当時の主流の学問、儒学は苦手だったが、歴史や漢詩は得意だった。14歳の時にはお殿様を称える詩を作って献上し、褒美をもらった。15歳になると高知城下に出て本格的に学問を始めたが、父が親戚と揉め事を起こして実家に呼び戻されてしまった。それからしばらくは独学を続けた。江戸に出て学問をしたい。弥太郎は思ったが、長男を手放すわけにはいかないと両親は許さなかった。弥太郎20歳の時、知り合いの土佐藩士が江戸転勤になった。チャンスがやってきたと思った弥太郎は、江戸で勉強したいのでお供に加えてくださいと無理やり頼み込んで江戸行きを決めてしまった。両親もこうなったら仕方ないと先祖伝来の山を売って留学費を作ってくれた。江戸に着いた弥太郎は、何としても出世したいと盆休みも取らずに猛勉強をした。しかし、そんな弥太郎のもとに母から手紙が届く。父弥次郎が庄屋たちから暴行を受け、大怪我をして寝込んでいる。すぐに帰ってきてほしい。弥太郎は慌てて土佐に駆け戻った。父は庄屋と百姓たちが揉めた時に百姓たちの味方をしたので、逆恨みをされたのだ。故郷に帰った弥太郎はすぐに奉行所に訴えたが、弥次郎の怪我は酔っ払った本人のせいなのに、暴行を受けたなどとデタラメを言って、お上を騒がすとは、不届きであると逆に叱責されてしまった。怒った弥太郎は奉行所の壁に落書きをした。役人どもは賄賂をもらっている。許せん。このせいで弥太郎はなんと牢屋にぶち込まれてしまった。罪を許された後、弥太郎は土佐藩の藩政改革の中心人物、吉田東洋の門下生になった。門下生には他に後藤庄次郎、福岡高親、板垣退助などがいた。吉田東洋は積極的に新人を採用。弥太郎も藩士に取り立てられ、藩の仕事で長崎へ行くこととなった。しかし、誘惑に負けてしまった。使い込んだお金は返したものの、藩の仕事は当然クビになった。自らの失敗で出世の夢を絶たれた弥太郎は、仕方なく故郷に戻った。故郷へ戻った弥太郎は、新田開発や綿の栽培を行い、さらに山の木を伐採して燃料として商人に売るという事業計画を立てた。29歳で結婚、長女春次、長男久也も生まれた。そんな中、再び弥太郎にチャンスがやってきた。吉田東洋の下で共に学んだ後藤庄次郎が藩の要職に就いたのだ。商業を盛んにして財政を豊かにしよう。そう考えていた後藤庄次郎は弥太郎の商売の才能に目をつけ、弥太郎を藩直営の商館改正館の役人として採用した。弥太郎は意気込んだが、またしてもチャンスをものにすることはできなかった。意見を言っても上役たちは全く相手にしてくれない。身分やメンツにこだわるばかりで、商売のことを何にも分かっていないのだ。なんじゃこれは。こんな仕事で大事業など成し遂げられないと、わずか40日で辞めてしまった。腹が立って辞めてはしまったものの、さてこれからどうしたものか。わしはこのまま何も成し遂げぬまま生涯を終えるのだろうか。くそー、このままでは終わらんぜよ。
弥太郎が辞めた後、改正館はますます経営に行き詰まった。後藤象二郎は再び弥太郎に改正館に復帰してほしいと頼み込んだ。長崎の出張所に来てほしい。今度はそなたが思うままに活動していい。だから頼む。弥太郎は改正館長崎出張所、長崎土佐商会の責任者に任命された。そして土佐商会の立て直しに奔走することとなった。最大の仕事は資金調達。外国人商人相手でも堂々と交渉することができた弥太郎は、見事この重要な任務を成功させた。この頃弥太郎はある男と出会っている。坂本龍馬だ。商売こそ国家繁栄の基礎と考え、龍馬が作った海援隊。しかし商売には金がいる。海援隊も弥太郎の資金調達なくしては活動できなかったのだ。大政奉還、明治維新と時代は大きく変わろうとしていた。貿易の中心は長崎から大阪に移り、長崎土佐商会は閉鎖。弥太郎も大阪商会に移動した。この大阪商会は、つくも商会、三河商会、三菱商会と改められ、ついに岩崎弥太郎の個人企業となった。弥太郎の三菱商会、メインの事業は海運業だ。海運業には三井、河野池、島田、小野組など当時の大商人が出資し、政府の保護を受けている日本国郵便蒸気船会社という最大のライバルがいた。この強敵相手に弥太郎たち三菱商会は社員一丸となって対抗。自分たちが士族であるということを忘れるのだ。社員全員に三菱の法被を着せ、商人の格好をさせた。人に頭を下げると思うな、金に頭を下げると思え。武士の気風が抜けない社員たちに弥太郎はそう�伝えた。1874年、日本国政府は台湾出兵に伴って物資、軍隊の輸送のための船が必要になる。ライバルの日本国郵便蒸気船会社はリスクの割に利益が少ないと船の提供を出し渋った。弥太郎は政府の大隈重信から呼び出され、国家の一大事に力を貸してほしい。そう頼まれた。リスクは大きい。場合によっては船が攻撃されるかもしれないし、この隙にライバルの日本国郵便蒸気船会社に市場を奪われるかもしれない。しかし国家の有事に際して尻を顧みずと、弥太郎は大隈の申し出を快諾した。台湾出兵の輸送で大活躍した三菱は、政府から借りた13隻の船をそのまま自由に使えることとなった。サービスの質でも船の数でもライバルを圧倒し、三菱は日本国郵便蒸気船会社とのライバル争いに圧勝した。続けて三菱は外国の汽船会社とのライバル争いにも打ち勝っていった。アメリカのパシフィックメール社との競争では運賃を値下げし粘り勝ち。イギリス PO 社との競争でも値下げ競争は激化した。弥太郎自身や幹部の給料も返上して顧客獲得競争をしたが、いよいよ限界。このままでは会社が潰れてしまう。どうしたものか。その時弥太郎はあるアイデアを思いついた。そういえばあの龍馬も資金繰りには苦しんでいた。商売人にとって一番ありがたいのは資金を融通してもらえることだ。船荷を担保にしてお金を貸してあげたらみんな助かるんじゃないか。荷為替金融という仕組みを始めた。荷為替金融とは、三菱の船に荷物を乗せることと引き換えにその商品代金分のお金を貸してあげるというサービス。これによって荷主たちは商品が売れる前に現金を手にすることができる。予想通りこれが大成功。荷主たちは PO 社ではなく三菱の船に殺到した。商売には金がいるという龍馬の言葉が弥太郎のヒントになったのだ。1877年の西南戦争の輸送でも大活躍した三菱はわずか数年で莫大な富を築いた。その後の弥太郎三菱は造船、鉱山、貿易、金融、保険、鉄道など発展途上の国家が必要としている事業の経営に乗り出していった。友人後藤象二郎が炭鉱経営に失敗した時には負債の処理を請け負い、さらに炭鉱経営を軌道に乗せて高島炭鉱という大きな資産を手に入れた。国家の有事に際して尻を顧みず、私個人の利益よりも国が豊かになり栄えること、そのために力を尽くす。弥太郎の胸にあったのは常にそのことだった。若い頃から何度も失敗と挫折を繰り返した弥太郎は、
わずか十数年で大企業三菱の基礎を築き、日本の産業発展に大きく貢献した。失敗や挫折、逆境をバネに前進し続けた弥太郎は、何よりも人を大事にする男だった。日本で初めてボーナスを出したのも弥太郎だと言われている。海運業を独占した三菱に対して政府は共同運輸会社を設立。共同運輸との競争が激化する中、弥太郎は病に倒れた。胃がんだった。我も東洋の男子に生まれ、我が志すところの十中の一にもなさず今日に至る。もはや仕方なし。未練はないが、もう一度岩崎家を盛り返したい。矢之助、久屋を助けてやってくれ。腹の中が裂けるようだ。もう何も言わん。三菱は弥太郎の弟岩崎矢之助、弥太郎の長男岩崎久弥と引き継がれ、形を変えながらも現代まで続いている。